ほんでな、占いの方もな、階層理論。ちゅうのすぐ思い出せて。そらフリーメイソンの時に、その時男性やって、おじさんやったけどな、それ、作った時暗殺するで。憎まれたで、階層理論。まあ、0、1、2、3、4、5、6まで行って。7弦論、スバル。スバル7弦論。これはどうしたもんかな、と困って。まあ、それは、うちの父に言うたんですよ、最終的に。で、父は、なんか書いてた。書いてた。で、うちもそれ再現させられた。発動した後に。で、またそれどっか行っちゃったし。あ、どっかにあるわ。多分どっか。うん。まあ、5行から7弦論作るときに、どうのこうの？どうですね。なんか変な理論やったな。でも、なるほどな。多分、数学、そこまでは強ないね。大して強ないけど。まあ、数学分析的なやつのは好きやで。それは小学校の時に理系に行くのを封じられてしまったから。国語の時間でも、ふざけが原因で、国語100点取るまではもう、教室に寄って帰ったらあかん。国語だけ勉強しろって。父親にまた疲れて、それから文系になっちゃって。まあ、そんなショックなことがあったら文系になっちゃうわな。ショックなことがあったら文系になりやすいよ。理系のストップするショックなことがあったらな。で、みんなもそれだから、だから文系を偉いな。文系のじゃない、理系のなに文系とこういうの。ちょっと、まあ、実はこちらほんまさっきですね、理系。で、文系的なことも、めっちゃ理系的に処理してんね、実はね、他の生き物に比べて。それは思わへん、それは、ね。で、なんか、お妙で、うちの相対性理論と似てるでしょ。お妙だと言ってましたけど、相対性理論は理系の話でしょ。それが共通点は占いも関係ないんですけど、まあ、でも相対性理論から見てるでしょ。天文学とは別にあれはデータから、もちろん天文学のあるとも占いの精度を高めるためやってるんです。そのために必死で天文学を見て発達した。めちゃめちゃ発達したっても占いの精度、めちゃめちゃ高い精度欲しかったから占いの。なぜな本に書いてあるんですか。それって載ってる、言ってもらってるね。勉強するときはもう、キーワードをパッて調べるだけ。あと、要人っていうかね、自民党とかのいろんな党の。この人どういう経歴かな、この人何派かな、自民党かな。そのときパッパッと見てる。うん、でもしかも、検索するの。だって本書いてるとおるか、一時用語当たって、正しいよ。ネットに二時用語。ネットに一時用語。本人が書いてるんやったら一条かな。あ、言い間違えてない。だから、本人が書いてるんやったら一条やけど、基本的に検索して出てくるのは全部二次情報でしょ。本人が書いてるんじゃないんだから。ね、二次創作のタグみたいなまとめてたな、他人で。でしょ。で、タグとしての。で、まあもうそう、だから文学的な類型上、それは二次創作ですよ。法律では別としてな。でしょ。こういうふうにきっちり分けて考えたら、まあ、はっきり言ったら、魔術には倒されへん。な。それぐらい魔術って厳密性を要求するやろ。みんな結果めっちゃ厳密やと困るんでしょ。ところが、敵がめっちゃ厳密やったら、これは魔術では倒されへん。で、武道だよ。厳密ないって。な。じゃあ自分にとって好ましい厳密さの場合、武道では。ちょっと難しい、ちょっと対戦しにくいなぁと思って。で、結局、あ、好ましくない厳密の場合なんか、あの野郎って思えるよな。それだけのことやな、案外の感情なんてな。で、なんか感情で結果を求めると、あの野郎だけでな、人を殺す時代はあった。あったやろ。今はそうなんだな。で、あの野郎と思ったら、どんな野郎って言ったらいいの。な。じゃあ、こんな野郎って。どんな野郎って。あんな野郎って。そんな野郎。こんな野郎。あ、こんな。な、あんな。で、あかんの。なんかもう、なんで説明したらあかんの。叩きよってなんか、またそれ。な。分かってきた。大体、喧嘩とか決闘の構想。な。ね。だって小さい時は結構わかるやん、こっち。
な、まあ、うちの特徴は口元か歯が仕込まれた、これが最大の特徴やな。でもな、で実際にその物理的な殴りなどの喧嘩の時もうちの口元が発動するやろ。大阪風か河内風言うかな、これな、ブラック風って言うかな。ほんまに腕っぷし系の喧嘩の時も口喧嘩発動する。それとかく乱するやろ、忍者みたいな。武蔵系、宮本武蔵系やろ、それ。宮本武蔵、戦場の役立たんかったらしいです。そりゃそうやな。だって戦場って足軽の槍の突撃が一番強力な兵器やった。殺傷能力高かったもん。足軽の槍隊やって、実は。じゃあ、大将の殺傷能力は大将なんかほとんど持ってへんかって、実は。な、じゃあ、宮本武蔵の剣術全然役立てへん。な、宮本武蔵の剣届かへんやん。何言って、宮本武蔵を書くの、足軽のやりたいの。じゃあ意味ないに決まってるやん、戦場で宮本武蔵使ってもな。加藤清正さんだから、あれ評判の悪いと思ったらしい。そんな感じ、長さんが書いてるかな。さてさて。結局じゃあ、さらに、召喚魔法の外にもう一種類の魔術がある。それは何、うん、それこそ弁論術なんだよ。召喚術の外にあるの、うん、そうやね、なんでかって。うん、召喚術は、家の中の方じゃん。ね、論術、弁論術は、大脳神秘術でしょ。大脳神秘術、大脳神秘術の論理学魔術の一種やね。この定義は、ヨーロッパのそのフリーメイソンの伝統的な考え方。論理学魔術ですと、大脳神秘術魔術を司ってますよ。なるほど。もっともらしいですね。そうなんです。実は皆さん聞いてください。大脳神秘術は、魔術を司ってるんですよ。じゃあ、その外側には、魔術を大脳神秘術が取り締まってる。それを魔法って言う。魔法入った方っていうな。大体このぐらいの広がりになる。じゃあ、因縁つけたのんだろう。よくも因縁つけなかったな。っていうのは、論術やな。例えば、あなたがある状況、シチュエーションや、まあ、人生の境遇に対する恐怖を持ってるときに、その恐怖を持ちながら相手に、戦いを挑んだ時に、そこ見透かされてたら、そこ、ポッ因縁つけられる。まあ、因縁消されるっていうことも、また、ポッポッポッな、真実だろ、な、あなたが怯えてるそこ、ポッ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 な、撃たれるよ。今のどっちだろう、不思議かな。うちにとっては何の不思議だろう。うち売ってないの、まだ2000買った分が今まだあんのけな、手間のボゲーボゲー上杉謙信、武田信玄、もうやな、これ。